初めての教材作成ということで、基本操作を体験しながら教材作成をしていただきます。その題材として学校現場で実際に使われている課題テンプレートを紹介させていただくことになっております。前回第1弾を行わせていただいて、今回が第2弾、課題テンプレートの第2弾にあたるのですが、前回紹介したものとしましては、お知らせという課題テンプレートや朝ノートという課題テンプレートになります。そして今回紹介する課題テンプレート、大きく3つに分けさせていただきました。この3つを皆さんと一緒に体験をしていただきたいと思っております。こちらでやっていただきたいのは選択ツールとペンの入力になります。早いですね。早速やっています。このようにお手つきしている人には画面ロックでちょっと待ってねとやることなんかも実はできます。この形をクリックしながら移動してみてください。そして円柱と角柱に分けてみてください。ですので、そうですね、まあ、算数ですとこのような図形とか三角形と四角形とかいろいろな形を扱う分野があるので、そこで使っていただくのも一つだと思います。まあ、図形の分類分けだったり選択問題、英語の語群正常なんかもできます。 I soccer like と置いておいて I like soccer に入れ替えるとか。じゃあですね、ペンツール、せっかく上が開きましたので、角柱って、どんな特徴がありますか？円柱ってどんな特徴がありますか？ペンツールで書いてみましょうか。はい、そうですね、角柱は何々、円柱は何々って書いたものに対して、ではみんなの意見を見てみようということで、先生は全員の意見をパッと一瞬で見ることなんかができます。特徴にしっかり気づいているなというのが何点かあれば、話し合い活動してもいいですし、ちょっと自分が思い描いているワードが出てきていないなという場合は、一斉授業を進めていくのも一つでしょう。左側にですね、1から6までこのように課題があることを見ていただけると思います。このような形でスクールタクトは全部で20ページ、作成することができるので、こんな風に課題をどんどん入れ込むことなんかもできます。はい、こちら紹介した理由としては、いろんな表現方法があるんだなっていうのを知っていただくためです。で、今回の課題が円柱と角柱の体積10とあるのですが、このように実際に先生が作った授業のひな形を見ることができるんですけど、このように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個もあるんですね。ですので、どういうふうに課題を作ったらいいのかなというときにすごい参考になります。あ、なるほど、こうやって動かすツールを使えばいいんだとか、考え方を書かせる課題を作ればいいんだなとか、これは算数だけに限らず、国語、理科、社会、図工、さまざまなものに転用できますので、作り方という視点で見ていただければと思います。次は、シンキングツールと付箋を使った、課題テンプレートを紹介いたします。これを使うことで、X チャートですね、4つの分類に分けて、思いつくものを付箋でポンポン置いていってテキストを打ち込むという活動をしていただきたいと思います。使い方としましては、例えば社会ですと、縄文時代から弥生時代に変わるにつれて、衣食住その他に関して何が変わっていっただろう、食は稲ができてきたとか、衣だと服がこういう服になったとか、まあ、暮らしのスタイルですよね、定住することができるようになったとか、そういうのを分類する、または登場人物の性格を分類していくとか、あとは文化祭のアイデア出しなんかもできます。今回はちょっと中高をイメージ、または小学生だったら〇〇小祭りとかありますよね、このクラスの出し物を考えてみようという課題にしてみました。私ですね、4つの視点を書かせていただきました。屋外でやるとしたら、まあ、外ですね、運動場とかでやるとしたら、どんな出し物ができるか、またはステージで出し物ですね、歌とかライブとか、そういうの何ができるかなとか、体育館でやるなら何だとか、またはその他の部分書いていただいても構いません。何色でも構いませんので、ダブルクリックをするとテキストが打ち込めます。そして移動ができるので、ぜひぜひ使っていただければと思います。スクールタクトの良さは、先生が回答一覧を押すとみんなの意見をバッと見られることです。すぐにみんなの意見を見ることができるってのは本当に良いですね。提出をしなくても見えるので、思考過程を見ることができます。あ、ライブいいねとか、ダンスいいねとか、
そうですね。ちょっと今、コロナ禍においてですので、ウィズコロナの文化祭みたいな形にもなっていくかもしれないですね。スクールタクトの特徴として、先ほど共同学習モードをすぐに切り替えることができるというお話をしました。切り替えてみたいと思います。今、共同編集モードというものにしてみました。回答一覧、いろんな人の意見を見ることができます。誰でも構いません。気になった人のキャンバスをクリックしてみてください。クリックをした後、よければペンでいいねとか、コメントを書いてみてください。こんなふうに共同編集モードというものにすると、書き込むことなんかも可能になります。ですね、実は図形なんかも使えるので星マークを足すってのもいいですね。素敵なアイデアです。スクールタクトは、みんなの意見を一括で見ることができるので、例えば先ほどの星マーク、なるほど、そうやって友達に、いいねっていうのを押したらいいんだってことに気づいて、どん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 派生していきます。それは先生の声かけもそうですが、共同閲覧そしてみんなの意見を見ることで、どん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 真似るようになっていきます。もう一つ紹介させていただきます。今は書き込みをするモードにしておりました。書き込みはやめたいなという場合、共同閲覧モードにすることによって書き込みを禁止することもできます。これをするときに、じゃあどうやってやり取りをするんだという話です。2つあります。1つ目が上の親指が立っているいいねマーク。こちらを押すと、相手にいいねというボタンを押すことができます。あ、いいですね。二つ目、左側のコメント欄を開くというものを押すと、右側にオレンジのコメントというものが出てきます。このような形でコメントを打ち込んで、右下の紙飛行機ボタンを押すと、送信することができます。そうですね、動画の URL はこのような形で貼り付けることができる。またはコメントするの右側にクリップのマークがあります。クリップのマークを押すと画像や動画などを貼り付けることなんかができるので、コメント欄非常に有用ですので使っていただければと思います。1個目は知識を主に問う課題にさせていただきました。2個目はアイデアを共有する展開の部分のあたりですね、をイメージしております。最後は何かと言いますと、まとめですね。アウトプットをするときに活用できる課題になります。使い方としましては、授業ごとに使っていただくのも一つですし、単元が終わった後まとめ学習するのも一つ、またはテスト直前期間に使うのも一つかなと思います。ではですね、便利な機能を一つ目はですね、こちら授業チャットというものをご案内させていただきます。右下に青い丸、吹き出しが2つの授業チャットというものがあります。こちらクリックしてみてください。そうすると、こちらですね、コメントとは違って全体にメッセージを送ることができます。状況に応じて先生のみのメッセージにすることなんかもできます。素敵です。スクリーンショット貼り付けるのもすっごい便利です。チャットを止める方法あります。授業チャットをロックボタンを押すと皆さん送信できなくなります。授業チャットの強力なところは、課題を開きながら授業チャットを動かせるんですね。ですので、この黒板を見ながら書くとか、答えを貼りながら書くとか、そんなような使い方もできます。2つ目がですね、カメラ機能です。カメラ機能も本当に便利です。先生方でイメージしやすいかなって思うのが、ノートを撮影して貼り付ける、これだけです。そうすることで今までやっている授業をスクールタクトに生かすことができます。で、実際にカメラ機能を使っていきたいと思います。下の3点マークを押してカメラというボタンを押すと写真撮影ができます。または iPad の方は3点の上、こちら画像を押すとカメラボタンがあります。私、パソコンですので、インカメラでしか撮影ができないのですが、このように同様に、ノートを撮影してここに貼り付ける、そしてまとめ活動終了でもいいですし、スクールタクトでまとめたい子はスクールタクトでまとめる、またはそれを合体してノートで撮影したものをデコレーションするなどもいいですよね。